自分たちは2020年の3月から12月まで約10ヶ月間留学に行きました。その時のことをみんなで今から振り返っていきたいと思います。はい、お願いします。じゃあちょっとまずは紹介しましょうか、ね、まず自分は文学部4年の正本幸喜です。よろしくお願いします。文学部4年の山本夏実です。よろしくお願いします。文学部4年の下山千佳です。よろしくお願いします。文学部4年の熊谷桃花と申します。実はよろしくお願いします。実習留学でね、約10ヶ月マレーシアに行って、まあ、英語の勉強とか中心にやってきたんだけど、はい、具体的にどうでしたか。もともと対面でするはずだったけど、マレーシア着いた日の夜に2日後からロックダウンしますってニュースが来て、こう自動的にオンライン授業になって、うん、やり方も全然わからなかったし、みんな遠く離れとったけど隔離で、そう、同じクラスやったけど全然助け合いがあんまりできんところもあって、もうちょっと最初は心もしなくて、うん、1日2回授業があって2時間かけるにやって4時間ぐらいあって、途中からでも増えた、最初授業が始まった時はまあついていくの大変だなっていう部分もありましたけど、まあ、実際にこの4人は同じクラスで一番上のレベルなんですけど、先生に質問するのももちろんですけど、まあ、一緒にスピーディングを練習したりお互いにこう受けてる部分を補い合っていくっていう経験ができたので、まあ、オンラインだったけどすごくいい経験でした。それはある。なんか私のイメージでは翔本さんがすごいこう勉強頑張ってるっていうイメージだったんですけど、みんな一緒なんかもう先生とかに結構こういろいろエクストラクエスチョンとかいろいろ練習問題とかもらったりとか、ライティングで添削とか結構毎日してるようなイメージがありました。なんか先生との関係性とかどんな感じでしたか。インティの先生めっちゃフレンドリーだったんじゃない。そこでなんか自分たち WeChat を使って、まあ、授業が終わった後なんかいつでも質問してきてねみたいな感じだったけん、すごくコミュニケーションも取りやすかったし、やっぱり普段の授業プラスなんかそうやって自分でなんか LINE の課題やりとして、それを先生がなんかこう検索してくれたり、まあ、そういうのがすごく自分の力になったかなっていう。なんか授業の終わりにもうちょっと5回終わった後に残ってスピーディングの練習やってもらったりとか、その後になんか普通にカジュアルな会話、なんでもないような会話したりして、でなんか山登りとかいろいろ行った時に先生に直接対面でついに会った時は、あ、本当に先生すごい。あ、そしたらオンラインやってね、対面だとね、すごい新鮮だよ。ちょっとでもさ、オンラインやったけど結構ね、なんか総合的な授業というかさ、すごくね、積極的に英語だけじゃなくて、プレゼンテーションスキルズもやったし、ビジネスインプレッションもやったし、踊ったし、踊ったね。まあ、IELTS っていう内部試験の授業以外に、まあ、ビジネスで使える英語を学んだりとかいう授業があって、まあ、一つは、まあ、選択式だったので人それぞれ違う、音楽、あ、マレーシアの使っている楽器をこちらで体験したりだとか、そういう授業もあって、そうそうそう、そう、授業の中にさ、いろんな留学生みたいな、うん、そういった異文化体験、うん、まあ、授業の中でもそういう異文化体験、安かった、安いね、安いが大事、ベビリアのシャワー玉、シャワー玉、ポテトとシャワー玉、これぐらいの大きさと、で、グリーンとぐらい、日本円で、1人ミットが30円ぐらい、200円以内で一食を買い替えたっていうのがあるかな、その寮で生活をしてたんだけど、あのガスとかはもないし、冷蔵庫はないんですけど、あのレンジはあって、そのイオンが近くにあるんですよね、あの近くでイオンが、日本にあるイオンがあって、そこで100均も入っていて、だからそこでこうレンジでできる調理器具みたいなのを買ってパスタ作ったりとか、結構器用に、ね、ラーメンの入れてチェーンしてからやってた、麺ができるやつ、昆布も炊いてる人も
って、なかなかやっぱ工夫次第、結構なんか他の大学でアイデアもらったりとか、ダイソーが助かったんですかね。なんかお気に入りのご飯とかありますか？ピザ。ピザ、あったね。学校の横にあったね。これぐらいのホールで200〜300円くらいでチーズめっちゃ残って、で自分と翔太君は毎週金曜日にの夜ご飯は絶対にピザとコーラで1週間をなんかこう使えみたいな感じ。そういうのがないと、そういうのがないと結構味に毎週のなんかこう楽しみとか、そういうのを作って自分にコロナ禍が後輩の子にももう一回聞いてみたんですけど、今の食堂のこんな感じを聞いたら、自分たちよりもこう食堂のお店の数が増えて、それで平均で6人気とか8人だから高くて、1人気と300円くらいで収まるぐらい。しかも結構歩いて、徒歩圏内ですぐ歩いたら目の前に5分とか寮から5分とか、授業の合間に結構量も多かったです。あ、多かった。結構タクシーで、移動するのが多かった。クアラルンプール、首都のクアラルンプールまでタクシーで、70リンギットが1人1000円、あ、そっか、1人で割ったら400円くらいで、ね、1時間半行けるかなぐらいで、ちょっとそこでショッピングしたりとか、アウトレット行ったりとか。タクシーですか？アプリで呼べるんやん。グラブ。あ、そう、グラブで。結婚したし、あとは外国人の友達がいて、家が近かったので、その子は中国語で来たことなんですけど、まあ、一緒にお話ししたりとか、すごいコスメが好きな子だったから、次は次の話題としてメイクの話したりとか。ランカーリー？あ、ランカーリー聞いてないか。ランカーリーは、2人はあとランカーウェイトっていう、まあ、マレーシアの中心部分からは、ちょっと離れてる島があるんですけど、まあ、そこに行って、ロープウェイで深いところに行って、もう足がすくんでるのかな。怖いけどすごい景色が一望できる、うん、とか、まあ、そこで一泊ぐらいしたので、ビーチに行ったりとか、ボートに乗ったりとか、本当はすごい自然を、ね、マレーシアの自然を楽しめるっていうのは、まあ、そういうもらいの人たちの積極的に交流したり、先生と、まあ、ご飯行ったりね、なんちゃんと一緒に、先生と一緒に食事行ったりとか。そういう風にして勉強って感じじゃないけど、ね、週末も英語で話してたりとかね、なんかそういうのを積極的に作るのかな。もちろんたまに、ね、遊びに行って日本食が恋しくなったりするとか、やっぱり留学ってそういういろんな人と交流することがあるじゃないですか、まあ、そういう風に人との面と交流とかも意識して私では、ショーモト君はなんかすごいこう、あまりこうオンライン授業で全然こう対面で接する機会がないにもかかわらず、すごい外国人の友達が多いイメージだったんですけど、どういう風に話しかけてますか、最初は。すごく外国人の文化に興味があるから、普通に自然に話しかけちゃった。だから、すごくいろんなこと知りたいっていう、そういう好奇心。いろんなところでね、食堂とか、ね、食堂とかね、最初ちょっと日本人ってのマインドだから、ちょっとシャイやん、ちょっとね、なかなかね、話しかけにくかったけど、だんだんその、なんか自分の中での変化があって、最初ね、話しかけていく感じでさ、そういう免疫できるね。あよしよし、でそういうふうに、意外と話しかけたらフレンドリーだから、そこで会話が発展していって、まあ、また次回おうやって感じでね。それで今思い出した話なんですけど、その先生側から来るっていうことが、その大丈夫、なんかしようかっていう感じじゃなくて、私たちが積極的に行かなきゃいけないなっていうのが思ったんで
周りが発言すると焦って自分も、あ、自分も意見あるよみたいな感じでこうアピールせんとクラスにおぐみたいな先生に思われたら嫌やけ課題やったりとか、そのレッターセイクストの大会やったりとか、先生に話したりとか、存在感をアピールしたりそうね、すっごい積極的になってるよね。黙ってたらさ、授業に参加してないのに見なされるってなってさ、積極的にね、なんか沈黙が意見ないっていうことがやられるのが、ね、全然違ったよね、うん、自分の意見を持つっていう癖もついた、そうそうそう、だけどそこで気づいたのは自分はなんか英語が勉強するけど、要するに自分の意見があるかとか、いろんなこと知ってるか知ってないかの英語プラス、やっぱそういうような、なんていうの、世界情勢とかいろんな周りの社会問題とかにもつって知識がないと言語を話せるかなって気づいたよ、ね、だけそう友達できて、結構みんな日本のこと好きで、うん、アニメ好きとか、日本の政治ってもこんなんやろとか、うん、日本こういう問題があるねって言われて、自分もあ、海外のことには興味あるけど、日本のことあんま知ってないかもしれないし、それは嬉しい感じかもしれない。で、いろんな人の交流しようとさ、あとなんか日本の文化についてさ、知る機会があったりとか、海外の理想を考えるから、そう、そう考える機会が多かったかな。私たちが、ね、2年生に経験した大学生活をいろいろざっくばらんにお話しさせていただきました。ということで、まあ、ぜひね、こう何か気になることがあったら、まあ、バイコーのオープンキャンパスを、ね、足を、ね、気軽にご参加ください。ということで、待ってます。ありがとうございました。バイバーイ。